めん、シオン。今、なんて言った?昨日、高野さんと富武さんが死んだそうです。高野さんは焼死体で、富武さんは喉をかきむしって。今朝知ったんです。お父さんが親類の人からの電話で話しているのを聞いて。でも、そんなのニュースでもやってなかったぞ。報道されないのは当然です。今までのお社様のたたりでも、園崎家が裏から警察に思いっきり圧力をかけたって話聞いてますから。そんな。ケイちゃん、私以前にお社様のたたりは村人が起こしているかもしれないって言いましたよね。つまりこの雛見沢では、毎年綿流しの晩にお社様のたたりとして誰かを殺しても問題にならないってことなんですよ。そんなバカな話があってたまるか。一体誰がそんなことを。鬼ババの期待に応えようと思うものなら誰でもが犯人になりうるんだ。そして綿流しの晩に行われる惨劇はお社様のたたりとして処理される。どうしてくれるんだよ。俺は全然関係ないんだぞ。どうすんだよ。どうやって責任取ってくれるんだよ。聞いて。